皆さんこんにちは。今回ご紹介するのは元 HKT48 の田中美久さんです。2001年9月12日生まれの22歳、身長151センチ、血液型は B 型です。田中美久さんはグループの中で可愛さ爆弾とも言える存在で、福岡県から送り込まれた愛され力全開のアイドルです。彼女は2013年に HKT の3期生としてデビューし、瞬く間にミクリンの愛称でファンの心を虜にしました。まだ14歳だった彼女は可憐な笑顔と無邪気な魅力でグループ内外で一躍注目を集め、ファンのハートをギュッと握りしめて離しません。彼女の活動はまさに目が離せないもので、ステージに立てばその天使のような存在感で観客を圧倒します。彼女のパフォーマンスにはまるで可愛いが凝縮されたかのような魔法がかかっており、その明るく弾けるような笑顔でファンをメロメロにしています。 HKT のシングルやアルバムでは彼女がセンターに立つと、その可愛さが一層際立ち、曲の魅力を何倍にも引き上げます。しかし田中美久さんはただの可愛いアイドルではありません。彼女の魅力はそのギャップにあります。グループ活動に加えてソロ活動でも彼女の多彩な才能が次々と開花しています。特にグラビアアイドルとしての活動では、ミクリンがこんなにセクシーなのとファンの度肝を抜くような一面を見せています。彼女のグラビア写真集はまるで子猫がライオンに変身したような驚きと興奮を与え、発売されるたびにファンの心臓が跳ね上がるような話題作となっています。田中美久さんの SNS もまた一見の価値ありです。インスタや X では彼女の日常や仕事の裏側が覗けるだけでなく、時折見せるお茶目でユーモラスな一面が垣間見えます。彼女の投稿にはファンを笑わせるためのちょっとしたいたずらや可愛らしいポーズが満載で、フォロワーにとっては一日の疲れを吹き飛ばすビタミン剤のような存在です。特に彼女のミク写しシリーズはファンの間で大人気。プライベート感あふれるショットの数々は見るものにやっぱりミクリン最高と思わせる魔法が詰まっています。さらに田中美久さんはその愛らしい声を武器に声優としても活躍の場を広げています。ミクリンの声で癒されたいというファンの声に応えるかのように、アニメやゲームのキャラクターに生命を吹き込む彼女はアイドルだけでなく声優としても着実にその名を広めています。彼女が演じるキャラクターは彼女自身の無邪気で明るい性格が反映されたものが多く、その愛くるしさにファンはまたもや虜にされてしまうのです。田中美久さんはまだまだ成長途上。これからも彼女は新たな挑戦を続け、さらに多くの人々を魅了していくことでしょう。 HKT の可愛さ担当として、そしてグラビアや声優業界でも一目置かれる存在として、彼女がこれからどんな驚きと感動を届けてくれるのか、ファンの期待は高まるばかりです。未来の田中美久さんはどんな新しい姿を見せてくれるのでしょうか。もしかしたらアイドル界を超えて映画やドラマ、さらにバラエティの女王になる日も近いかもしれません。彼女の冒険はまだ始まったばかり。これからの活躍を楽しみに、ファンはますます目が離せなくなりそうです。今後もどんな活躍をしていくか楽しみな彼女ですが、どう転んでも我々ファンは温かい目で見守っていきたいですね。概要欄に田中美久さんの SNS のリンクを載せているので、エロい興味湧いたって人はぜひフォローよろしくお願いします。またここでは見せることのできなかった、載せることのできなかったものは彼女の SNS にて確認してみてください。目が離せなくなると思いますよ。それではチャンネル登録高評価を押してくれると動画作りのモチベーションにつながりますので、ぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。
Thank you.